明治安田生命 J1 リーグ第28節の残り1試合が1日に行われ、浦和がアウェーのユアスタで仙台を3-2で下し、リーグ戦4試合ぶりの勝利を挙げた。浦和は勝ち点44で7位、仙台は同35から伸ばせず11位。敵地で引き分けた27日の ACL 準決勝、第1戦、上海上皇、中国戦から中3日。 敵地での一戦に臨んだ浦和は、序盤から主導権を握ると、前半26分にセットプレーの流れから、先制点。左サイドで FK を獲得すると、MF 柏木が、MF 梅崎とのパス交換からゴール前にクロスを入れ、FW コオロギが、ヘディングシュートを決めて試合を動かした。後半4分にパスミスをつかれて、同点とされたが、同15分に、MF、遠藤のクロスに、 コオロギが再びヘッドで合わせて2から1と勝ち越しに成功。得点ランキングで単独トップに立つコオロギはこれで今季19得点を挙げ2位の C 大阪 FW 杉本に3差をつけた。これで流れをつかんだ浦和は同37分 MF 無藤のスルーパスを MF ラファエルシルバが右足で流し込んで追加点。終了間際に 仙台 MF 中野の得点で再び1点差とされたが、3から2で逃げ切って、白星をものにした。